運用は日本海軍の軍艦。元長州藩の砲艦で高架島事件のきっかけとなった艦。艦名の意味は雲の高く上がるように勢い盛んな様。砲承と同じく長州藩がイギリスから購入した小型砲艦。砲承の排水量は300トン強に対し、本艦は排水量245トンで同じ大きさの木造機船だった。日本海軍では 佐賀の乱に出動、高架島事件に関与など、1876年10月31日事故で失われた。明治3年1月に購入し、運用丸と命名した。翌明治4年5月18日に、明治政府に、県能、6月8日に領収された。それにより、兵部省所管となり、運用と命名された。帝国海軍機関紙によると、 慶応2年長州藩がイギリスに注文し、明治元年製造、明治2年長崎で長州藩が領収、明治4年5月に建納された。公文類さんによると、明治4年2月29日に、山口藩から運用丸と宝生丸の建納の申し出があり、宝生丸は6月8日に受領、運用丸は建納申し出の後に損傷したため修理後の建納になった。 10月29日、運用丸はシナ海に到着。11月29日領収された。海軍省報告書では5月18日に、法省、運用ともに山口藩から検納されたとしている。同年11月15日、六等艦に定められた。明治5年2月5日、中間隊に編入された。5月10日、運用は、 再開巡行の警護官を命ぜられ、5月23日、品川を出港、7月11日放送、運用、猛春は品川に帰着した。9月4日品川から横浜港に開港、鉄道開業式のために、そのまま横浜に停泊した。9月19日に、琉球の施設が横須賀を見学するため、運用は品川と横須賀の間を往復した。 10月12日、運用は城ヶ島まで開港して、ロシア新能の来港を出迎えた。1873年2月13日、各港に常備館を配置することになり、竜城と運用は長崎港に配置されることになった。4月22日、日清の修理中は、運用の配置を長崎港から横浜港へ変更となった。イタリア港が来日のため、 運用は8月24日に横浜港に開港された1874年は佐賀の乱の鎮圧のため出動している。2月13日佐賀の乱の鎮圧のために東運用の九州開港が命令され2月14日品海を出港、4月18日品海に寄港した。高加島での戦闘に西京1875年5月4日運用と第二堤防は 津島、朝鮮の回路研究のために同時派遣とされ、運用は5月10日品川を出港25日に富山に到着した。9月22日、高架島で砲撃を受け、一時砲台を占領した。この時の艦長は井上義香だった。9月28日、運用は長崎に帰着。10月25日、品川に帰港した。 10月28日、中間隊は、編成を解かれた。同日、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は、中村倉之助少将、西部指揮官は、伊藤助丸少将が任命され、竜城、東、宝生海洋、富士山、摂津、高尾丸、大阪丸は、東部指揮官所轄となった。1876年に、萩の乱が起こり、 10月30日午後3時、運用は横浜港を出港した。11月1日、運用は遠州灘で暴風にあい奇襲あたは裏で破壊、主官8人、水平以下15人が死亡した。残骸は1877年5月14日に売却された。また、同年12月12日、第一堤防と運用についての臨時裁判が開かれている。 日本海軍史第9巻第10巻の召喚履歴に基づくありがとうございます。